未来から来たラットさん。あなたとフワは、もともと知り合いだったの？何が言いたいの？なあ、そんなに警戒しないで。別に何かしようとなんて考えてないから。彼女はケビンと同じで、新世代にたどり着いた先行者よ。そう。それは面白いわ。ケビンに関しては特に驚いてないけど、フワがね。ケビンの場合、彼はとうに時代の終結を予見してたし、自分の行くべき場所は未来だって知ってたから、未来を選んだと思うけど。フワに関しては、もう帰る場所がないから、他に選択肢がなかったのかもしれないわね。